だ今ぽうか。いててててしょ。こんばんは。ちょっと待って、一回アイロンするね。ちょっと、あ、ちょっと、充電器とアイロン、ちょっと持ってくる。ちょっと、ちょっと聞いてほしくて、みんなに。聞いてほしいことがあるんですけど。なんかね、絶対、あの、蚊ではないんですけど、蚊さんではないんですけど、なんか蚊さんじゃない何かに足を刺されてしまって、あの、今、足を引きずってしか歩けないんですね。さっきあの練習が終わって、練習は普通にできたんだけど、できたっていうか、まあもう痛いけどもう追いつけなくなるから普通にやったんだけど、もうその後からもう悪化して、足がもう一生もうパンパンっていうか、もうやばいの、もうちょっと見せれないんだけど、やばくて、なんかその赤くなってる周りのところがあんまりもう痛くて、たった、なんか痒いなら痒いし、痒いなら叩けばって言われるんだけど、叩いたらめっちゃ痛いんですよ。撫でてるんだけど痛すぎて、あとめっちゃ熱い、これなんですかね、助けてほしい、もうほんまにやばい、ちょっとやばいです、ピンチ結構。こんばんは、ブヨン星人さん、虹色の人ありがとう、会いたい、会いたいです、会いたくなった、不機嫌でも君が抱きしめるとドロドロ溶けちゃうよ、デビューフフー、待って、あっちの線つけのつなげなきゃいけなかった、いてててて、ほんまに足痛い、どうしよう、結構やばい、マジ痛い、え、本気で痛いんだけど、どうしよう、やばい、やばい、本気で痛い、本気で痛いです、こんにちは、はい、ありがとう、クリミン、ハート、ありがとう、ゴールドの天山ダルマ、ありがとう、こんばんは、痛い、ちょ、アイロン取りに行ってたんだよね、さっき、さすがにやばくないかって感じだから、足で痛い、足が、やばい、あんまりやばいかも、結構やばい、丸元気さん、ありがとう、チュンタさん、ありがとう、ウェンディーゲーさん、100回目の方もありがとう、これから見に来てください、こんにちは、あちら、ごめんね、ただいまです、ビッケーブさん、ありがとう、あなたかい、本当に怖くないよ、ぐちゃぐちゃだよ、マジで痛い、ただいま、もう今さっきもうマジ数分前に帰ってきて、ちょっとね、もうダッシュしたら髪の毛ぐちゃぐちゃになったので、ピケバさん、クリミー、ポンさん、ありがとう、アガンさん、ありがとう、キヨニーさん、ありがとう、クリミー、キラーズさん、テンさん、ありがとう、激マカ、ありがとう、カニシカさん、ありがとう、クリミちゃん、タツジさん、ありがとう、え、大丈夫じゃないんだよね、アブ、アブか、なんだ、ブタみたいな、ブヌ、ブヨみたいな、わかんない、多分そうかなと思ってて、でなんか1週間半前ぐらいからずっと痒くて、でもなんかその時は蚊さんかなと思ってたの、普通に、けどもうどんどん腫れて、あの足が動かなくなってきたからやばくねって思って、ちょっとびっくりしてます、結構ほんまにやばいと思う、なんかな、でもこれで蚊さんだったらちょっと結構気まずって感じで、すごく吸うタイプのね、めっちゃ吸ってくれる方なのかなって、目の血がそんなに美味しかった蚊さんなのかなと思うけど、でもほんまに治んなくて、一生マジ一生治んないから、ちょっと助けてって感じで、
今言ってみました。あー、やりすぎたよね普通に。柏木さんありがとう。ハート。そうじゃきママがね今ね病院じゃなくてあのなんか買ってきてくれてます。カエタさんかわいいありがとう。ハッチさんえわかんないんだよね。刺された瞬間分かった。分かんなかった。いつ刺されたのかも分かんなくて、1週間半前ぐらいだと思うんだよね。そっからずっとかゆくて、でもその時は蚊だと思ってたんだけど、どんどん腫れていくからえ大丈夫かなと思って普通に放置してたんだけど、なんか痛いけどうしようって感じ。君に出会って好きよ、しって知ってる？この曲めっちゃ好きなんだよね。この人ならずっと幸せにしてくれそう。 Let's go 愛情表現100点満点。今日ピンつけてないよ。どこやったっけな。なくしちゃうんだよね前髪ピンとか。よくなくしますね。あれはね前髪とかメイクするときによくつけます。ちょっとやばい。今ねあのあれを作ってるんですよ。お話し会のやつを作ってるの。自分で下手だけど作ってます。そうあれなんですよね、8月11日の夢の誕生日にあるんです。決まってます。ぜひほんまに8月11日に11日は完売させたいのでお願いします。ガチで完売させたい。誕生日なのでよければ皆さん待ってます。お話し会ちょっと今作り途中じゃけど、本当にセンスなさすぎてさ、作る下手すぎてやばいんだけど、ちょっと待ってくださいね。金柑塗ると痛み引くよ。金柑、なるほど。血が出てくるはず。え、でも今日血出たんですよ。書きすぎてかわかんないけど、なんかもうじわって出てきた。まさみさんハートありがとう。語学習だった友達できた。友達できたっていうかいつものメンバーでもあってたかな。友達っていうかねあのクラスね変わってもねもともと2クラスしかないからあんまりなんもない。楽しかったです。でもあ見てほしい、あのねうどん作った、あうどんじゃない、そば作ったんですね。そばちょっとそば打ちを体験したんですよ初めてね。どこやったっけな。絶対笑わないでください皆さん。私頑張ったんですよ。なんかみんな右利きでさ、みんな左利きでなんかむずくてなんかちょっとよくわかんなくて、みゆが説明聞いてなかったっていうのもあるんですけど、じゃじゃーん。ぽくないこれ、ぽくない、この麺のさ太さ見てほしい、ぽくない、結構太いんですよ結構。何みたいな、大丈夫かもって感じ。太くてビビるよねちょっと。
ルデン駅中だから、そう気をつけないとやばい。えでもほんまに1週間2週間前ぐらいからほんまにずっと痛くてどうしようもない。ゆうたさんありがとう、ゆにゃんありがとう。じゃ今日ずっとあのレッスン終わってビッコ引いてた。足はしびれる、えわかんない、ずっと伸ばしてる今かゆい周り、まあなんか赤くなってる周りがもう痛くて痛くてで赤いところは痒くて痒くてみたいな。でも蚊にしては規模がでかいんですよ、赤くなってる、こんぐらいなの赤くなってる場所が。やばいかな、結構大丈夫。柏木さんありがとう、よいさんありがとう。神戸めっちゃ車が、新神戸駅周辺もそうなんだ。激まくんありがとう。フラワーフェスティバルは行く、お友達ってこと、お友達とってこと、どうしよう行きたいんだよね、でも行きたい。誘われたら行くかもしれないくらい、行かない確率もゼロではない、行く確率もゼロではない。って感じ。どこで座っても分かんないの。あ今日ねカニさんが、あカさん、カニさんじゃない、今日あのカメムシさんがいたんですね。カメムシさん発見したからツーショット撮ってきた。でもなんか嫌だっていう方もいると思うから公開はしないけど、みんなに記念として。そう緑だったの、めっちゃ可愛くてびっくりした。普通に写真一緒に撮っちゃった、ツーショットお願いしますって撮ってもらいました。10連休の人いるから順調。何10連休って、10連休も休めるの、あれが引かなかったら。えそれそうだよね、なんか昨日一昨日ぐらいになんかめっちゃ痒いなって思い出して、なんか刺されたのは多分1週間か2週間ぐらい、1週間半か2週間ぐらい前で、最近さマジ最近マジ痒いなって思ってきて今に至るって感じ。結構やばい。体調表現マジたい。ブヨブヨかな。ヤマヤクさんだるまありがとう。そうマミさんはくね、リアちゃんでしたね。すごく本当にもうマジ頑張ってほしい。そろそろアップルウォッチ買ってもらえば、アップルウォッチスマホあるからいらないって思っちゃうんだよね、アップルウォッチはあんまり欲しいと思ったことないかも。ヤマイクさんハートありがとう、キラーズさんポップコーンありがとう、アキラさんハートありがとう。ビオテシャアの薬も全く効かないから4日で専用のお薬をもらって、えブヨなのかな、嫌なんだけど。タグちゃん誰もありがとう、キラーズさんありがとう。これでメイク大して休めない、今日も意識になってしわいたじゃないか。そうなんだ、めっちゃ忙しいね。頑張ってください、みも頑張ります。こんにちは皆さん、ぜひゴールデンウィークギフトで応援お願いします。キャンペーン頑張るので、久々キャンペーン、そんなことない。6時になってもね、明るい、めっちゃ。あとなんかあのいつも以上になんかね、なんか頭痛っていうか、なんか目が開かないんだよね。関係ないかもだけど、なんかグワーンってする。10連休なんだね、
誕生日の冷え方申し込んだ、ありがとう。皆さんぜひお誕生日の時待ってます。みえがね15歳迎えるのでお願いします。本当にもうマジで完売させたい。完売っていうのをやったことないんですけど、誕生日ぐらいは完売目標に頑張りますのでお願いします。おめでとう、ありがとう。頑張ってください、頑張ります。アップルウォッチね、なんか欲しいと思ったことないかも。ハルさん、ハントありがとう。 なかなか何をするのか具体的にはわからない。もしかねえ、広島ね、みもまだわかんないんだよね。シーさん、誰もありがとう。太いよね、普通に考えて。やばくない？恥ずかしい、みゆだけだった太いの。これさ、できたらさ、完成したらみんなに見せますね。ちょっと太すぎて恥ずかしい。8月11日話しかけよう。なんかめっちゃ気になる。ありがとう、嬉しい。絶対楽しませます。ちょっとね、ほんまに楽しませる、頑張ります。お誕生日ぜひ皆さん来てくれたら嬉しいです。本当に来てほしいです。伸びたね髪の毛。そば粉と小麦粉を入れて作った。なんか粉があって、もともとでもマジでこねるところから始まった。楽しかった、めっちゃ。かわいい、ありがとう。ちょっと目の光が入らないんですけど、リアルお話し会は幕張と大阪へ行くん、広島は誕生日といちゃうのごめんね。大丈夫だよ。でも皆さんできる限りほんまに来たし、誕生日本当に来てほしいです。完売っていうのをね、誕生日に達成したいですね。達成っていうかしたことないからしてみたいです。です。あ、イヤリングみたい。書いたらダメ。書いてない、もう昨日はちょっと書いちゃったけど。しんさん、ありがとう。ハート痛すぎて書けない。よいさん、誰もありがとう。やっぱ好きだったな、虫くん。そういうこと。みゆのこと大好きすぎじゃね、普通に考えて。念のため今行くこと推奨します。今後ね、ちょっと明日とかちょっと行った方がいいかな、病院。もう足が動かないし、暑いし、ちょっとみゆのこと好きすぎかよってね。かわいい、ありがとう。メイクしてないのにかわいいなんて言ってくれて、あざす、あざす。5月4日ならフラワーに行ってる。そうなの？どうしようかな。去年リア充とかフラフェスティバル行くのダメってマネージャーに言われた。そうなの？行きたいんだけど、フラワーフェスティバル。みゆ去年は行ってないんだけど、なんか友達に前行こうって言われた気がして、だから怪我しただけで言われてないかもしれないんだけど、ちょっと行きたいなと思ったので行きたいです。あとで X に通信してね。なんか前ね、虫さんのねことを語ってたらね、言われちゃってね、ちょっとね、虫さんはやめてみたいな。爬虫類とかもね、前ちょっと言われたので、爬虫類のしちゃった時にだけちょっと考えてる。本当はのしたいけど、なんかいい気にならない人もいるからで、ファンの人に言ってもらってアドバイスもらったからね。だから載せたいけどちょっと考えてる。こんばんは。香川前座公演楽しみしてね。ピーポン
1話見つけてね、ありがとう。見つけます、ありがとうね、みんな待ってます。全然すごくいいな、トコジラミカさんも。トコジラミか、でもシーン買ってないんだよね、最近買ったけど、だけど買ってない。いっぱいよね。こんばんは。アップルウォッチリホマリンゴタイムアート。あ、ミュウね、今日ねリンゴ食べました。リンゴ飴。ステイワンさん、ほらありがとう。今日はしっかり寝れる。うん、昨日はしっかり寝ました。痛い、本当になんか目がチコチコする。こんばんは、天国めぐりさんありがとう。いろんなことする、そうなの。エレベンさん100回目の方もありがとう。皆さん良ければ応援お願いします。ちょっとねみー頑張りたいです、キャンペーン。あ、いてて、普通に逆足がしびれちゃった。ちんちょうげさんだるまありがとう。ポッケからヘリコプターさんハントありがとう。あれは目話せる時間がない、目話が足りませんね、いっぱい話したい、お話しましょうしましょう。誕生日ぜひお願いします。本当にガチで完売させたいんです私。なんで完売させたいかっていうと、あの誕生日なので完売させたいです。お願いします、本当にマジ土下座、本当にお願いします。ユニオンドルもありがとう、ドルさんドルもありがとう。今回アルバム会の広島リアでお話し会だけにしたさくさんハートありがとう。大阪のサイン会無事当選して手が出ちゃったありがとう。サイン会いっぱいサイン書きます。冷やすと痛みはやわらぐよ。そうなんだ、多分そう聞くよね。あとで氷で冷やすとかも。サクさんハートありがとう、ありがとう。ハートメッセージュース体調は全然あの治ったんですけど、治ってはない、結構安定してきたんだけど、なんかもう足が痛すぎてどうしようもないみたいな感じ。あとなんか目が勝手に閉じちゃうって感じです。なんかでも多分足から来てる。山に行って虫に噛まれ、違うよ、別に1週間2週間前ぐらいから痛くて。生放送はどうだった？楽しかったです、本当にガムが美味しかったです。大和さんどれもありがとう。テレビもヘビさんとかを出すと視聴率めっちゃするね。そうファンの人になんか、あみゆがね爬虫類好きなんですけど、虫さんとか爬虫類が好きで、その爬虫類さんをあの前ね X に投稿した時にファンの人にね教えてもらったから、そっから考えてます。でもそういう話をしない方がいいのかとか考えてます。123タコちゃんありがとう、タコかわいい、びっくりした。カナメパパさん誰もありがとう、ありがとう。スバルタコありがとう。研究生も小学行ってかないんだったから別に、うん、どうかな。そうね、まだね何も言われてないし分かんないんですけど、とにかくみゆも頑張りたいと思います。研究生の中でも特に
もう本気で頑張っていきたいと思います。関間くん、かにちかさん、だるまありがとう。ひろしさん、だるまありがとう。東京からいらっしゃるのでマネージャーさん付き合わせ、そうだよ、ほんまに優しかった。ミュートリーのために本当にありがとうございます。マスターさん、だるまありがとう。うん、ショールームのねプロフィールもね書き換えます。今ね、めっちゃ見え下手くそなんですよ、作り方がね。けどなんかアプリで作ってるんですよ。作ってます。なのでショールームのやつも作るので、もうちょっとね、今日はできるかわかんないんですけど、まあチェックしとってください。すぐ買えますので、明後日までぐらいには変えときます。こちら、きなこさん100回目のフォローありがとう。 EYK さんフォローありがとう。朝石の明石のケネジーさん200回目のフォローありがとう。まさみさん、だるまありがとう。大阪のサイン会で、ニックネームダメなの、え、ダメなのかな。救急、おお、救急依頼。竹さん、100回目のおもありがとう。靴履いて帰った梅も、あ、ちゃんとね、ちゃんとスタッフさんが避けてきました。もみゆもでも、あの生放送の後終電がもう間に合わなかったから、間に合ったんだけど、もう早くやらないとやばかったから、すぐ最後まではもうアベマさんの方で見て、スマホでもうすぐ帰ったから。今日 TGC の特集番組で STU が出てフィリパン持ってた。そうなの、やった。校外学習でそば打ち、そうだよ、そば打ちといちご狩り行きました。虫さんとか爬虫類さんを乗せるときはスタンプで隠せばいいんだよ。なるほどね、スタンプね。下宇多町さん、ハートありがとう。7周年広島行ける達成して広島でも会えるなってます、ありがとう。ラトリさん、遊び大福さん、誰もありがとう。 STI さん、ハートありがとう。リアちゃんが連続でツーショット送って、え、そうリアちゃんがね、さっき言ってくれ、載せてくれたメール言ってくれて、今ミヤのロック画面がね、リエちゃんなんです。リエちゃんなの今。オッケー、こうやって、ああおはようって起きてきて、スマホ開けたらリエちゃんなの。幸せすぎない？最初の頃リア中とニフォンでいきなり東京に援護された時あったんでね。そんなんだったっけ？いつだっけ？本名じゃないじゃんって、生々しく本体を明かされるのかよ。でもね、かなたんがいつもみぽんかわいいかわいいって言ってる。ね、言ってる。でもなんか最近になって急にね、めっちゃ言ってくれるようになってびっくりしてる。本当に思ってるんですかね。本当に言ってくれてたら結構嬉しいんだけどね。可愛い子にやっぱ可愛いって言われるとね、結構気分上がるよ、テンション上がる。夜ご飯何食べるの？でもね、さっきちょっと食べたからあんまりお腹空いてない。
ヒロシさんハートありがとう。ハッシュタグともちさんハートありがとう。だいぶの告知いただきました、ありがとう。3年生になってやることいっぱいだけダメっぽい毎日楽しそう、嬉しい。楽しいですよ、ほんまにガチで楽しい。実際でも高校でも中学でもね、真ん中じゃけ高2とか 中学2年生真ん中が一番楽しいらしいんだけど、真ん中は楽しかったけど、でもまだまだっていうか中3まだ何もやってないけど、もうめっちゃ楽しいから楽しいです。スマホ開けたらミュートのツーショットが出てくる、いつも元気もらってます、ありがとう、嬉しい。よしさん誰もありがとう。つーかーさんハートありがとう。やつんさん、かすみんかすみたん、みっぽん、くるくるさん、そうなんです、ないのでの野菜です、一日分の次は修学旅行、そうなんですよ、修学旅行。なんか修学旅行があると、あーもう3年生なんだなーってやっと自覚しますよね。早い本当に。そうですね、本当に早かったなー中学生人生中学生生活マジ早かった。ゆうたさん誰もありがとう。皆さんぜひゴールデンなんちゃら、ゴールデンウィークのゴールデンなんちゃら応援お願いします。キャンペーン頑張ってます。お土産ね、何お話もできますね。え、今日聞いてほしくてレッスン場でね、今日レッスンしてたんですけど、あのスマホにあのクワガタさんつけてるんですよね、結構リアルな。そしたら落としちゃって、スマホをね、めっちゃ大きい音したけ、あやば画面割れたかなって思ったら、画面じゃなくてクワガタさんのね、この角のここが割れちゃって1個1個になって、表のもやばいよね、1個になってね、今カブトムシさん見たくなってます。悲しい。そう、3年しかないから早い。振り返るとね、振り返れば数えきれない、どうだっけ、思い出の忘れておくって感じ。高校生やったらすぐに倍ぐらい早くなる。そうなんだ、嫌だな。なんか3年って長いく言葉でやったら聞こえるけど、言葉にしたらめっちゃあれだけど、いざね体験したらほんまに旬だなって思いました。だってもうなんかもうね、こんなんが中1なれんのかよって思ってたら、もう中1中2ってきて、今もう中3だから、憧れの中学生っていう小学校の時思ってたけど、もう今になっては中3だから、早いなって思います。楓さん100回目の方もありがとう。溢れちゃった。1年は3年、2年は5組、3年は3組だった。いいね、1年3組だな。みゆは1年生の頃はって感じですね。相撲の身代わりになってくれてよかった。カブトムシさん、落ちた、クワガタさんがカブトムシになっちゃった。レッスン上の鏡が3期生の熱気で曇るって本当、でもたまに曇ってるかも、そこまで見てないかも。
めいちゃんがカブトムシの角が一本折れたってクワガタさんなのにカブトムシって言ってる人とおもろ。思い出が欲しい。よいしょ。待ってる時は長いけど過ぎたら一瞬。そうね。もうお話し会みたいな感じだよね。高校の3年前。もう自分は11年を超えたのに勉強何時間やったんだろう。本当にあと1年で義務教育が終わっちゃう。早い。もうやだー、中学生のままでいたい一生、ずっとずっと中学生の頃は4倍ぐらい時間が過ぎるの早くなる。4倍も早いんだ高校生になったら。アディリーさんほらありがとう。てかさんハートありがとう。村黒さんだるまありがとう。心配ですね。こんばんは。ゴールデンウィークキャンペーン頑張ってるので応援お願いします。早いですね。高校どうしようか、あ、違う、どうしようかな。今後専門学校に行くか就職するか迷ってる。でもミュはあれ行きたいな、専門でもね。やっぱり幼稚園か保育園の先生になりたいから、ちょっと専門学校でもあそこ行きたいですね。そのね、保育なんとか大学か専門かどっちかは行きたいんだよね。みゆカブトムシは夏は死んでしまうしけど、クワガタでもいける。でも見た目だけで全然違うよね。クワガタさんがかわいそう。あとぽん、こんばんは。今日は久しぶりにちょっと長めです配信。専門行くとしたらどんなことを勉強したいの？まあ、やっぱ一番はその子供っていうか、そのまだ何も知識ないけど、やっぱちっちゃい子が好きだから、そのそういう勉強をしたい、ちっちゃい子たちの勉強っていうか、なんていう、なんか保育なんとか勉強したいですね。カイトさんだるまありがとう。なしなきゃサインボール、そうなんだよ。幼稚園の先生と保育士だったら全然ね違うんですよ。何もかもが似てるけど全然やることが違うんですね。でも今は保育士になりたいんだよね。足が熱い、本当にかゆいし、かかない。ワンコ怪物。こんばんは。
可愛いね。今日はですか？今日はメイクしてないんですけどね。団子。こんばんは。なんか何の髪型してほしいとかありますか？あれ、言い間違えた、言い間違えてるよ。ハロー。幼稚園とか保育園の先生ってピアノとかエレクトーンとか弾けないといけないのかな。エレクトーンが何かわかんないんだけど、ピアノは7年ぐらいやってたんだけど、でももう猫踏んじゃったしか弾きません。練習したらでも弾ける。やっぱりあのちっちゃい子たちが好きだし、可愛いじゃないですか。本当にもう昔から思ってたけど、体操をやってた時は体育大学に行って体操のこととか学んでサポートする側に回りたいって思ってたけど、負傷しちゃってね。みゆてんみゆてんてん昔アイドルしてたって本当だって言われるかも。いやー言われるかな。ミミ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 ミツインテールハーフツインお団子。なるほどね。ツインテールとハーフツインは多分しないですね。ミュウが、ミュウの人生でツインはしないと思います。ハーフツインは分からん。いや、しないかも。しないと思う。したいけどさ、似合わないんだよね。ボブ気まずいって。でもミュウ短くしたい髪の毛、ボブにしたいです。夏ぐらいになったらボブにしていいですかね。カニシカさん、あとありがとう。帰り。ピアノ一応できるんだったらユフちゃんと一緒に演奏も無理ではないか。無理ですね。もうできません。もう猫踏んじゃったしか弾けないし、もうめちゃ武器中して先器用じゃないんで。あれかもって言われた。豚かもって言われた。豚じゃない、ブヨかも。ぽいよね。かきむしって。もうちょっとこっちこっち。で、すり塗ってもらいます。ラッキー偉いね。ちょっとあんま押さえない。痛い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 。あ、痛い。何してんの、何してんの。痛いってあ、すごい張ってんね。張ってるよね。めっちゃ痛いね、パンパンで。すごいかきむしってんじゃん。かきむしってないよ、全然。ちょっとこれで様子見て。全然かきむしってないよ。痛い。あ、気持ちいい。痛い。だから叩いたら痛いって。悪化するって。すごい張ってる。気持ちいい。擦り込んでこう。ずっとそうやっとって。おかしいやろ。気持ちいい。ホタルイカ買ってきたよ。だ、嬉しい。なんか虫にさ、チス忘れるとかよくわけわかんないこと言ってたよね。え、さ、これ蚊さんかと思ってたんだけど、ずっと。これ蚊じゃないね。2週間。くらい。いつ刺されたの？2週間か1週間半前ぐらいから刺されて、その時はならんかったん。その時はならんかったん。普通に何も痒くなくて、でなんか徐々に痒くなってきて。徐々徐々に。
最近なってめっちゃ痒くなってそう。ちょっと靴下脱ぎなさい。脱がして。嫌です、手ベトベトよ。ちょっと必要以上にたっぷり。皮膚科行った方がいいかも。ボブの髪型のやつ、つい合間のポニーテールのを見たんですけど。瞬間処方無比アルファ S2 って書いてる。普通とりあえずこれで様子見よう。ツイテール公園とかまああるけどね。僕体で一回したけど可愛かったけどね。うん、可愛くないよ。キットさんあとありがとう。大丈夫、このタイアリアタンがツインテールしてるのと同様だから俺大丈夫とかじゃないんですよ。それ似合わないんですよ。かなちゃんとかリアちゃんは普通に似合ってるし、そういうね、もうマジ似合ってるじゃないですか、いい感じにね。可愛いですけど私は似合わないんですね。本当に顔の形からして似合わないしってことだから、普通に自分のツインテールしてる時のしてる時は好きじゃないんですよ。自分がその時の自分が好きじゃないからちょっとねって思います。こんばんは。ノブロー V さんハートありがとう。きなこさんハートありがとう。本当に大丈夫なの、わかんない。チューポン宛てにいつかお手紙かかったりは来てした。ありがとう。忙しいと思うけど待ってます。よければね。ジョノさん、はじめまして。ロザリオさん、お金にもありがとう。お母さんは、メイシさんの中で一番人を丸してる。3期生で全員がツインテールして、それと一度拝んでみたいな。いやー、いつかはあると思うけどね。行きました。ありがとうございます。ちょっと噛んじゃった。ありがとうございます。ジョナさんはじめまして。シオリンさん100名のおもありがとう。こちらいた。これ今日お風呂入っていい？血出てきた。書いてない。ここやばい、ここやばい、ここやばい。出てこん？わかんない。いるのに水の滴って来たくないんだよね。その先っちょだけだったらちょんちょんしていいよ。なんか出たやつ。どうしよう。いつも学校とかやって家に帰ったら寝る気がする。え、わかる？わかるわかる。なんか今脳みそが痛い。じゃあみんな見ててください。どうですか？やめよう。兄さん誰もありがとう。自分気分、そう、気分上がる髪型がツインとかスッチ系は気分上がんないから。やばい、舐められる。なぜか取ってぐちゃぐちゃにしてるよ。泣いてた？うん、なんかさっき変な音した。今日学校ないから目がバッチリ。いいね、目がバッチリ。でかくなったかな。ちょっと大きくなった。チャーリーさんフォローありがとう。シーン、ニーシーさんだよ。まあ、ハタありがとう。ポニーテールにやってる。ありがとう。みんなに言われる。
パソコン。かわいい。ちっちゃい。それとの毛つるつるさささ。気持ちよし気持ちいい。なんか滑らか。まとめ画面ね。ちょっと重くなったかも。ラムくんじゃない、それと。あいてー。スムースの血はそうスムースです。今日も大好き。 Thank you かひろさん、ハートありがとう。サイドポニーはもうやったんですよね。でもサイドポニーやった時にめっちゃ可愛いって言ってもらって、いろんな人に。こっちのこっちね、熊本の TGC の時にサイドポニーやったんですけど、明日のコンサート頑張ってね、頑張ってね。明日はコンサートはミーは出ないですね。ミーは明日じゃないです。こんばんは。ネイル、明日ネイルは感じですね。めっちゃしたいとは思わないかな。ブランクサンダーのアイス食べたことある。昨日食べたんだけど、そんなの売ってるの。なんか前見たかもしれない、昔ちょっと前けど。でも今売ってない。はいで、あと最近ね、ワンちゃんとかやっぱり動物さんが好きなのでトリマーになりたいなって思ってる。めっちゃ関係ないけど、かわいい。かわいいワンちゃん、何歳ですか。3ヶ月まだそれと経ってる。2ヶ月です。あ、経ってる。1月23だよね、誕生日。あ、経ったね。3ヶ月迎えましたね。わー、ちょっと足の薬があれだったらやばいし、配信できない、そういうのできないでしょ。うん、ください。ワンちゃんでダメよ、泣けちゃう。舐めたことないじゃん。大きくなったでしょ。でかい。なんかさ、ドンパってたのがちょっと整ってきてないか。ドンパってるよまだ。ヤクが整ってる。TGC でも評価よか、評判良かった。サイドポニーは僕たちでもしないっけ。OK だけど、最近ね髪の毛が何でも良くなったから、いろんな髪の毛をねやりたいなと思ってるから、まだ僕たちではしないかも。もうちょっと時が経ってある程度いろんな髪の毛やったらしようと思います。いらしたい。タニさん、ありがとう。3ヶ月 TGC 見てから産研究生にハマりました。嬉しい、ありがとう。ハマってください。もっとお名前はソルトくんです。もう一人新しい子、2匹新しい子飼ったんですけど、ソルトくんとチロルちゃんです。チロルちゃんはもう3ヶ月です。ラムネくんっていう子は昔から飼ってて、今今年で5歳になります。めっちゃ可愛いです。成長記録をさ、あいてててててて、 X 載せてもいいし、何載せてもいいんでしょ。何でもいいよ。
え、なんか緑になってきた。大丈夫かな。サルト君の犬種はチワワです。あなた誰？ Who is this? ほおずきさん、タコありがとう。こんにちは。探し求めてた君みたいな人、つばなかば。でもチロルはめっちゃでかくなった今。最近ジャックラッセルテリアっていう犬種だからすぐでかくなる。かわいい、ありがとう。家と一緒よね、アスリート犬だよね。探し求めてた君みたいな人、四つ葉のクローバー見つけてみたい。シュッ、シャボン玉みたいに飛んでちゃわないように、離れないでいてね、この手をつないで、世界中の誰よりもと共に笑いたい、世界中のなんちゃらだな。ジャック・ラッセル・テリアです。ケンさん、ハートありがとう。キャンペーン頑張ってるので、皆さんよければ金のゴールデンウィーク、ゴールデンウィークの対象のギフト、ゴールデンウィークギフト、ゴールドギフト、ぜひお待ちしてます。達成したい。本当に番組みー頑張りました。じゃあ1億バズ、1億人にバズれっていう投稿にどれだけめっちゃ悩んで、どれだけめっちゃ考えたか、めっちゃねヤンになる時もありましたけど、でも楽しかったし、番組を通していろんな方に出会って知ってもらってた気がするし、いろんな人に、いや本当に1億人 STU48 に1億人にバズれんのっていう番組がなければ知ってもらえなかったっていう部分もあるし、貴重な経験ができました。谷鹿さん、たくありがとう。でももう考えてたらもう終わったんだなんて考えると早い。よく噛まれてるけど、ソルトとチロルどっちに噛まれてる？どっちに噛まれてる？でもなんかチロルはあんまり噛んでこない最近。どっちかっていうと、あのさっきのちっちゃいソルトっていう方がかじってくるし、痛い、なんか爪が痛い。あつぼん、リポストしたり引用したりで少しでもミューの力になってよかった。本当にお疲れ様、ありがとう。本当にマジで皆さんがいなければね、最後までねもうできてなかったと思います。ありがとうございました。まあミューポン番組ですごく輝いてた、ありがとう。もう嬉しい、頑張りました。再研究生のことを知ることができて本当に良かった。本当にもうこちらこそ良かったです。TGC とかね、元はといえば1億人にバズれんのから来てるので、本当に可愛いね。あんた楽しかったことしか覚えてません。もう終わったのが悲しい、受け入れられない。感じない、終わったって。今いるこの子はチワワのスムスです。この4歳の子ですね。めっちゃおとなしい。そう、 TGC 君は本当にいい経験でした。本当に本当にいい経験すぎました。ほおずきさん、だるまありがとう。STU48 の中で3期研究生が一番好きになった。うえ、嬉しい嬉しい。3期研究生好きって言ってくれて
スパイファミリーのボンドのぬいぐるみと一緒に配信見てる。いいね。ボンド。あれか、あの、なんか、赤いやつかな。フランキーズさん、はじめまして。ピーポンにはまだまだいっぱいいい経験してほしい。うん、そうです。いっぱい経験したいです。このグループにいる限り。見れなかったこと、見れない景色、見れないもの、普通じゃ見れないこととか、普通じゃ経験できないこと、このグループに入って入るからこそできることとか、 入らないと見れないものとか、見れ分かんないこととかをもっと知りたい。もっといろんな人とかものを見てファンの人と一緒に見たいなって思います。まだまだ人生これから人生これからどうなるか、いつどうなるかとかは全く身も分かんないし、けどこのグループにいる限りいろんなことを経験したいなと思いました。今年ゴールデンウィーク旅行に行かない人が 73%。 そんなに行かないんだみんな。でもゴールデンウィーク確かに家も旅行行ったことないかも。トゥ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 、めっちゃ小さいボンドは白いの髪型かわいい、ありがとう。適当の髪の毛、ポニーテールよくします。学校とか髪の毛爆発してる時にします。秋ぐらいに1億人にバズるのセカンドシリーズン始まるといいね。確かにあるのかな、そんなの。本当にザマミーさん本当に面白かった。こんばんは。正規戦になったらあったでくれくらリア中大変なんだろうね。リアちゃんだけじゃなくて全員4人みんな大変になると思う。でも頑張ってほしい本当に。でそこにミユも早く追いつけれるように頑張っていきたいです。こんばんは。僕は課題まみれの休みだよ。みゆも課題まみれ。課題表見たらめっちゃ課題の量多くてびっくりした。やばい本当に。課題もやばいけどね、ゴールデンウィークの最終日にはねリクエストが待ってるので皆さんぜひお待ちしてます。宣伝動画皆さんぜひ見てくださいね。メリッツマリアとこちらこそ。お前の影響全然遅れなかった。最後のサラバ面白かった。本当に良かった。一番共演してザマミーさんとはどんなことやってました。本当に何か MC やったことないって言ってくださってたんですけど、本当に面白くて回しがもう MC にめっちゃ向いてます。本当に面白くて、なんかもうあそうやって言うんだっていう、なんか言葉がどんどん出てくる感じとか
なんか面白いし面白かったです。トムさん200回目の方もありがとう。皆さん季節のゲストお願いします。キャンペーン頑張ります。いつも楽しみ、ありがとう。西 P さんキャンペーン頑張ってください。ありがとう。お仕事と学校両立できてるのはすごく気になってます。尊敬できてないですよ。できてないからこんなになってしまいました。全然できてないんですよ。ちなみにでも中3だから受験したいから、受験生だから したくなくてもしないといけないから、ほんまに、あと志望校っていうか一番行きたい、もうずっと前から行きたいって思ってたところがあるから、そこに行けれるように、今の王者も無理なので、でも絶対行きたいから頑張りたいと思います。行きます。いいね、楽しんでください。頑張って、テンポ頑張ります。いろいろね、まだわかんないことなんですけど、ちょっと自分がどうなるかまだわかんない。めっちゃ心配だけど頑張んなきゃね。バズレの認証があるでね、あるかな。ビーヨコチョコマンさん、ハートありがとう。もう5月のね、もうすぐで始業式がから1ヶ月ね、早い。もう中3になって1年じゃない1ヶ月か、早いよ。こんばんは。僕がもしインポンだったら、くよく仕事の中華をやめてしまってるかも。みゆもね、なんかね、結構ね、やばいですよね。みゆもね、ほんまにもう死にそうって思って諦めそうになる時ってめっちゃあるけど、限界突破して、でもほんまにキャパオーバーの時とかは体調悪くなるし何も考えれんくなっちゃうけど、でも、ね、自分で決めた道じゃけえねって思う。季節のゲットの今なりました、ありがとう。リーチを待ち受けにしているみぽんこんばんは。季節ゴールデンウィークだから、ゴールデンハート、そう。なので皆さん、ゴールデンウィークの季節のゲット応援お願いします。絶対に絶対に達成したいし、あれしたいんです。3位までに入りたいので、今度こそ今まで慣れなくてずっと、なので今度こそ3位までになりたいのでお願いします。学校終わって疲れても頑張って自転車会で帰ってます。お疲れ様、いつも本当に。ミュだったらようできません、そんな。頑張ってね、学校毎日行って毎日頑張って自転車で家に帰るなんて、家だったらもうできないですね。もうカッてなっちゃう。試験に向けて勉強頑張るんでしょう。徐々にエンジンかけてる感じ。かけてるけど、なんかかけたくてもかかれないみたいな、かかりきれない。かける時間は自分で作るもんだけど、今はちょっとね、今はちょっと今できない、かけれない、かけたくても。
みーぽん見てると僕も頑張らなくちゃって思えるようになる。みーぽんからばあ思ってもありがとう、そんな言ってくれて頑張ろう。明日から、あ、現在25位、今日20位目標にしたいので応援お願いします。新教育なので学校優先お願いします。ありがとう、頑張ります。朝賀さんだるまありがとう。一番アイドル業なのになんで野球するの、変な。まあね、学校は行かないといけないものなのでね。母さんほらありがとう。朝がしんどすぎて学校を行きたくないなって思ってしまう。確かに朝しんどいよね、わかる。身もしんどい。もうね、もう体がね、行かなきゃってなっちゃうね。3期生4人昇格したら僕とアカンは9人出るのかな。どうなるんだね、まだ何も言われてないけど、8人、今までより8人で1人は交代みたいなのかな。それどうなんだろうね、何もわかんないね。何もわからない。初見です。初見ではありません、あなたは。高校生の時チェリツだったな。毎日人山越えて通ってた。えらいね、みーもたまに学校チェリで行くけど、行きはいいんですよ。行きしは全然いいんだけど、帰りがしんどいんだよね。めっちゃでっかい坂があるから、もうやばい、足もげる。研究生は何を研究してるの。え、でもやっぱり先輩たちともうかけ離れてるから、先輩たちにを研究してるみたいな感じかな。こんばんは。勉強やる気できたらブリブリやればいい。無理すると勉強嫌いね。もうすでに勉強嫌いなのにもっと嫌いになっちゃうから。なんかやる気スイッチが入るまではめっちゃ遅いんだけど、やる気スイッチがピコって入ったらもう早いんですよ。結構早くはないか、遅いんだけど早いんだよ。唐揚げあげてんのかも。え、なんかママなんかあげてるって言ってた。あ、そば作ってくれるって言ってるかもしれない。柏木さんだるまありがとう。学生服ってまだ着てるの、最近暑いから着ていってないのかなって思って。どういうこと、どういうこと。え、すごい。待って、取れなかった、一匹もいないんだけど。ケンボーさんハートありがとう、ダルマもありがとう。一緒はえね、行き地はね楽だけどね、帰りねきつい。たくさん、そう、見るめっちゃいっぱい公園出れるように頑張ります。そう、先輩の研究機関。ケンボーさんタコありがとう、かけ10。ちょっと写真スクショがタコ0匹だったんですけど、ありがとうケンボーさん。今日中にね20位目指しますのでお願いします。おじさんぽマスターさん200回目のもありがとう。こちら達成もしたいし、あれもあの3位までに入りたいので、だるま応援お願いします。北大公演土日ね、土日やってほしいね。わかる、わかりすぎてる。こんばんは。平日ねちょっとむずいよね。彼らが夢見ている、うん、女の子、そんな人形になれないから。レッドさん虹色の星ありがとう。ヤマトさん虹色の星ありがとう。国体出張七公演してくるね、思った。タコのアニメーションキャップ録画してるから後で消しに載せます。ありがとう、スクショしたかった。こ
こんばんは、アレッシャン使いそうな頭、お台場でバク転行ってきますやりたいけどね、アレさんに怒られちゃう。土日昼夜2公演だったりするのね。3期研究生白押しでもいいですか。白押しお願いします。ともひろさん、だるまありがとう、はたる。SPA はなんでチームなの。え、わかんない。最近アネポンとの絡みがないね。お姉ちゃんは東京に行きました。ありがとう。そば湯がくんだ。ホタルイカ、季節だけど。ホタルイカ、みんな大好きな。バジル。バジル。ちょっとだけかな。ありがとう。こんぐらいがいい、いつも。醤油かけた？醤油じゃない、ポン酢かけた。うん、ありがとう。いただきます。好きよね。好き。マジで美味しい。キッチンさん、広島コカパーセイさん、だるま、ありがとう感じた、ありがとう。そばさん意外にあるね、ちょこっとだと思ったら2人分くらいある、これ。うん、ザル、冷たいのと温かいのどっちがいいか。私もいただく。ん、どっち冷たいか温かい、どっちがいい。どっちでもいいよ。チームあるならチーム S、チーム T、チーム U。 あ、確かに。福島カプセリさん、ありがとう。誰もいっぱい、ゆっぴょん、ハンター、ありがとう。キャンペーン達成したいし、3位までに入りたいので応援お願いします。ゴールデン、なんとかゴールデンのギフトで応援お願いします。うん、うん、うま。神照さん、ありがとう。うまっ。キークしてるね、うまい。ホタルイカすくいなんてあるの。味付けポン酢、最近ポン酢めっちゃ好きなんだ。ポン酢ドハマりしてる。イカの天ぷら美味しいよね。天ざる食べ終わった、いいね。お肉食べたい、わかる、お肉食べたい。どのチーム、エミューね、ユニットね。逆に何のチームに見えますか。チーム入ってほしい。
下によ。何か食べたことないんだけど、どんな感じかな。イカ食べたことあるなら、イカのちっちゃい版みたいな、なんか、ん、うん、なんて言えばいいんだろう。でも独特な味はします。スタジオダンスすごいですよね。明日の配信時間、うん、まだわかんない。でも夜な気がする。あ、わかんない、朝かもしれない。スタジオ入るために行く。え、どうなんだろうね。みゆって何なんだろう。4ユニット兼任やばいでしょ。ミユポには毎回会いたいし、毎回いいよね。体力生かしてスタジオ、ミユポは毎回だね。運動時計でしょ。2つですね、分かれるな。そうなんです。スタジオもダンスすごい。希望ユニットはどこなの？わかんない。なんかどうなんだろう。自分ってどうなんだろうって思っちゃう。どうなんだろう。当てはまるんだろうね。うん、うん、四国はね、どうなんだろう。ミュープライズレバー300目のもありがとう。3期生なぜかね、四国いないね。でも あれだね。でもユイニャンは四国な気がする。
さん、リンコさんも勝手に近くにいたから確かに、どうなんだろう、わかんない。ちょこっとしかないかと思ったら2人分あったよ。ちょっと暑いけど写真撮ってよ、カメラで。え、ノーマルで撮って写真。え、携帯撮ろう。いや、でも自分のでよ。ええママ自分のやった。え、まだ、あの、一回さ、湯がいてお水でシャーって洗って。汚な、見てください。写真撮る。うん、普通にさ、ミュウツさんで一気にさ、普通にあっちで撮って。え、これだけ、これのみのみで。ミュウちょっと今画面がやっぱ。どうして。え、作品をやっぱ届かないと。あ、見たい人いるかね。え、なんかメールとか、え、メールとかしてんの、大丈夫。うん、メールかなんか。楽しかった、野外活動。何、野外活動って。え、このなんだろう、いちご狩りと野外活動って。野外活動じゃないの。違う、遠足、校外学習。楽しかった。うん、じゃよかったね。夕飯食べるね。今から焼き鳥食べに行きます。いいね。ユニアはね、食べてみて、自分で。うん、お作りになったもの置いとくよ。うん、いいな、私もやってみて。美味しかった。まだ食べてない。なんだよ、食べてない。だってシャーって洗ってこねるところから始まった。すごいね、一からやったんじゃね。うん、楽しそう、行きたいな。美味しかった、普通に。うん、じゃあ食べますね、小学生。ちょっと麺が太いよ、ほんまに。恥ずかしいもん、これとか麺になってないしね。やばくない？ねえ、なあ、やばいって。見てください、太くね、大丈夫。これそばだよ一応。いただきます。え、これそばだよね。え、うどんじゃないよね。え、そばだよ。恥ずかしい。え、でもさ、みんなめっちゃうまかったのに、見るだけ切るの下手だった。左利きで包丁の違いもあるかもしれんし、でもまあ楽しかったらよかったんじゃない。いただきます。うどんです。え、でもそば、そば、色味的にはそばなんだけどね。これそば、うどんです。うどんです、うどんです、これは。カイドンさん、だるまありがとう。ベジックスミさん、1周年ありがとう。ベルダーザーラーさん、ほらありがとう。ゴールデンだるま投げてありがとう。左利きだね、太麺だね。気まずいよー、締めん。それ楽しかったらいい、味もね、味が一緒だったらいいからね。味はそばじゃけ大丈夫よ。おいしい。
最初は絶対とくのね、もうほんまに恥ずかしい。低中度サチさんチャートリーナ、確かにサチさんチャートって感じかも。でもマイカーでもいいかな。でもサチさんスタジオって感じもする。なんでもサチさんって感じ。で足痛い、しびれた。お魚丼美味しいです。世界一長い長い何釣り渡るチャレンジもし、確かに人さんによってね気まずいよね。こんな普通のそばなのに太くなっちゃう。3匹います、ありがとう。いっぱいいる9匹10匹います、ありがとう。まるともちゃんタコありがとう、かけじゅうありがとうございます、スクショできました、ありがとうありがとう。まるともちゃんかけ20かけ20ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。まるともちゃんだるももありがとう、嬉しい、ありがとう。ちゃんとスクショしました。ひとさんハートありがとう、あさがさん誰もありがとうね。やっぱね、さちさんはスタジオだよね。ダンスがすごくうまいし、おいしい。最近モッツァレラチーズ好きなんだよね。ゴールデンタコかわいい。ユニアンは四国だよ。幸せチャンネルですね、これは普通に。マックスさんハートありがとう。美味しすぎる。ねんぽんちゃん奇跡的なアイドルだよ。占い本当に奇跡的アイドル様。こまいましょうと誕生日にミュウということであるのめちゃくちゃ楽しみで、楽しい。そうじゃん、ときるくんも同じ誕生日なんですよね。皆さんなのでぜひ8月11日浴衣でお会いできるので、ぜひ来てください。本当に完売したいです、お誕生日で。応援をね、ぜひ待ってます。浴衣で会いましょう。近く行くから一応ちゃんも近くでもセットだよね、本当に。新しくユニットできる気もする。どうなんだろうね。パラプンテさんハートありがとう。3期生の中で一番よく話すのは誰ですか。一番か、まあ年が近いからっていうのもあるけど、リアちゃんと、でもかなおちゃんともよく話す。でリアちゃんと結構話すかな、ずっといる。シャスチャンネルですよ。少し懐きました、ありがとう。サンピさんナイカーかな、ガチ。ジャガイモポテトさんハローありがとう。見てると痩せます、嬉しい。みえぽんちゃん夢力出そうよ出そうよ。
握力は最近スポーツテストあって、握力なんだっけな、19と20でした。8月11日だけは負けして、本当に8月11日だけはみんな本当にお願いします、本当に完売させたい、本当に待ってます、絶対待ってます、本当に完売させた、本当に誕生日ぐらいはお願いします、8月11日待ってます。お肉唐揚げ、姉ちゃんはねチャートリーって感じする、誕生日に目指して本当にぜひ完売、本当に完売目指します。たっこさん一緒にありがとう。ゆうなんと話す、ゆうなんちゃんとは話すけど、話す普通に、やばこれふっと見て、うんうんうん、1周年コンサート3期生で迎え楽しみにしてます、ありがとう、前座していただくので、縮れてる、うん、やばくない、うん、なんかもうそうじゃないよね普通に。たっこさんだるまありがとう。ママ野菜ジュース取ってほしい。かすみのことはかすみちゃん呼び、かすみちゃんかかすみたんかかすみんたん、どっちどっちっていろんな種類があるけど、うち最近野菜ジュース家族でハマって、レフトレフトThank you. I okay. 野菜ジュースいいよね。体の調子が良くなる。今日も3本目。吉田みなりさん、100回目のおめありがとう。まっこさん、だるまありがとう。スポーツ得意だからもっとパワーあると思ってた。実は握力弱いんです。でも普通に可愛いこぶってるとかガチなしで、結構スポーツテストガチ勢だからめっちゃ頑張るんですけど、いや全然無理でしたね普通に。握力いつも無理なんだよね。というか去年の方が握力強かった。お祝いしたよ、誕生日配信できますか、配信できると思います、します、うん、びっくりした、香川と愛媛しかチケット取れなかったけど、香川と愛媛美優のお出迎えで会えるのも運命すぎて、いやさすがに運命だよねそれは、普通に考えてそれはさすがに運命だと思うんで、お会いしましょう、美味しい。
8月11日に中力提示された時本当に良かった。本当にみんな本当に本当に本当にお誕生日お待ちしてます。ガチで待ってる、本当に待ってる、お願いします。本当に本当に本当にお願いします。本当に美味しそうに食べるから唐揚げとか食べたくなってくる。美味しいからね。学校のみんなにはやってもらえない誕生日仲間でして、誕生日はめちゃくちゃ安い。ありがとう、今もお祝いするね。しっかりやっぱ夏休みとか休み期間の人のお誕生日って祝ってもらえないんですよ。なかなか休み期間に誕生日があるって人は分かると思うんですけど、マジで会えないし、みんなに祝ってもらえないっていうか、もらえるけど特別的に祝ってもらえないから。みはりえちゃん呼び似てるって言われてる NMB のオーディションのコメント、うん、なんか、ね、メンバーとかみんなに言われます。あの岩ちゃんって方だよね。けどあれですね、あのみゆの方が年下で結構気まずいみたいな。みゆの2個上だったかな、だったと思います。めっちゃ可愛かった。全然もう違う、もうほんまに可愛い。みゆなんかと一緒って言われて言わないであげてほしいぐらい可愛い。やばこれでっか、でっか固まってんだけど、やばくない？大丈夫？普通に。このイベントも肉フェス6日前に達成して、6日肉フェス全力で頑張ってほしい。皆さん、それは本当にそうしたい。みゆの予想、予想というか理想は、皆さんお願いします。うん、うまい。ラムくんのいびきで夜眠れますか？眠れます、慣れた、4年間も一緒にいるから。13本目カナタに進めてみるよ。進める、あ、漢字読めない。野菜ジュース、野菜ジュース本当におすすめ。なんかね、野菜ジュースは結構体も体調も良くなるし、お腹が空いたけど体調悪い時食べれないじゃないですか。そういう時に野菜ジュース飲んだら結構お腹もいっぱいになるし結構元気になるからおすすめです。と普通にうまい。私の話はちゃう、そう、完売するために、そう、さっきもね話したんですけど、今ね作ってるんですよ。ちょっとほんまに下手で作るのめっちゃ時間かかっちゃうんだけど、今作ってます。ひよつんさんの握力33キロでして、え、すごい、そんなに、すごい握力強いの、いいの、いいの、握力は19と20ですね。うん、ふん、はとしさん、ハートありがとう。サイドポニーね、TGC の時にやってめっちゃいいってみんなに言われました。こんばんは。え、皆さんぜひ本当に誕生日
完売させたいので来てください。待ってます。7月11日お話し会、この店ぐらいになっていいかな。誕生日ぐらいお願い。誕生日は本当にお願い、本当に本当にガチでお願い。りえちゃん呼び僕がしてるからしてるの。加入当時からずっとしてるりえちゃんって。一生りえちゃんだよ。お姉ちゃんではないお姉ちゃんではないですよ。みえのお姉ちゃんは18歳ですよ。みえちゃんと同い年だよ。その子は16歳だと思いますので。みおちゃんと僕は同い年。そうなんだ、びっくりした。僕もさ、冬休み、なんか冬休み中だったから大丈夫。一応ちゃんと。なるほどね。でかい、可愛すぎる。ありがとう、嬉しい。ぜひお話し会待ってますどんどん可愛くなってるね、みぽん。本当に思ってる。野菜ジュース苦手だから毎日レモネード飲んで。いいね、レモネードも。なんかレモン水とかもいいらしい、体に。でもなんか普通の水があんま好きじゃないってことは、好きくないって人は普通にレモン水もいいらしいです。絶対に完売させるように懐かしい。何回かもっとバキバキ、はい。でも強いって言われるんですけどね。なんかグーってやる、グーって。なんか測ったら弱くなるんだけど、なんか普通にやったら強いです。今ラジオ番組ってしかなびさんも20超えてる。え、そうなんだ。野菜生活1日分の野菜っていう、これがおすすめです。これ美味しい、めっちゃ。そう、みは14、みぽんは13歳なので配信20時前です。イベント達成のご協力お願いします。そうなんですよ、14歳なので。誕生日迎えたら15歳になって21時までできるんですけど、とにかく今のキャンペーンは20時までしか配信ができないので。でもみは時間のせいにしたくないので、時間制限があっても達成できるぞっていうことをしたいので、達成したいし、ね、3位までに入りたいです。ありがとうございます。美味しいですからね。たまさん、ハートありがとう。タッチーさん、目でした。マジ食べ方かわいい、本当に。ちょっとね。
お腹空いてやばいですね。なんか全部太かった。悲しい。うん。レッドさん、ヤマトさん、虹色の虫ありがとう。くるみちゃん、虹色の虫ありがとう。誕生日頑張って、ずみさんも気に達成するけど、達成したい。うん。あさがさん、だるま、ありがとう。いっぱい食べる君が好き。ナビさんとミエボン同学年の素晴らしさだけあって明らかに勝負強いですよ。ミエはえタコちゃんだ。あー、もう着手できなかった。何のキャンペーンがある？ゴールデンウィークキャンペーン。お休み中なんだ。なんか12月のお誕生日の方結構多いですね。こちらかすみちゃんは、お姉さん的な存在の同い年か。同い年ではないけど、でも別になんかお姉ちゃんって感じはしない。結構でもリアちゃんの次ぐらいに年が近いから同い年って感じではないけど、でも別に姉ちゃんって感じでもない。でもなんか言える、結構言える感じの人です。もう57分。手拍手してみたい。手汗やばいけどね。握手したい。15歳になったら少し大人な感じするね。確かに、まあ名前15っていう文字もね、なんか大人っぽいしね。わかるわかるわかる。自分は16歳の22時まで配信してないけど、してないけどね。ピさん、タコとだるま、ガニシカさん、タコありがとう、タキレイくんだるまありがとう。誕生日のミユに会いに行ったらどんないいことがありますか？そりゃあ1年に1回しかないミューの誕生日は祝えるっていうのはもちろんだし、まあ浴衣なのでもうすごく可愛いと思うんですね。まあまあそれは置いといて、可愛いし、なんか誕生日を着てテンション上がるじゃん。でミューはキラッキラしてると思います。いつも以上に誕生日っていうことだけで。なので本当にみんなに会いに来てほしいし、みんなに会いたいので、誕生日少しでも多くの方とか初めて会う方にも会いたいので、ぜひお待ちしてます。誕生日来てくれたら本当に嬉しい。ゆぽんたさん、だるまありがとう。15歳のメイも好きになってください。エメさん、あとありがとう。子供と大人と子供の間にいる子も、ミイはもう大人ですよ。そう、キラキラにのミイに会います。顔面パイしていきますだよ。いやでも顔面パイなんかされてみたいんだよね。されてみたいはキモいけど、されたい、一回されてみたい人生で。あとしたいもある、したいしされたい。やばいよね。13位、カイト32、ちゃんと31、ひろい30、ユニアン9位、柏木さん8位、くまねばばさん7位、かご、マジだ、7位ギキマくん、6位ビケーブさん、5位カニシカさん、4位スバル、3位広島コーパスリさん、2位ケンボーさん、1位はまるともちゃんでした。配信見に来てくれてありがとう、ありがとうございます。また明日もお待ちしてます。なので皆さん、浴衣祭り本当にお待ちして、本当に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 お待ちしてます。お誕生日なので本当にお待ちしてます。ぜひ完売目指しているので応援お願いします。じゃあねー。 M1 さん、ピカピカ。